だ、くまさんありがとう。なくなった？大丈夫？くまさんありがとう。今日はね、そう、お察しの通りお家にはいないんだよ。つまやもさん、愛するもさん、ありがとう。そう、仕事な、一日中寝てた。最高すぎ、そんな人生。貴様めちゃくちゃ暑かった。え、昨日さ、だってもう夜に移動して行っとったんやろ。大変だね。そっか、野外なのか。ハンクさん結婚して契約違反ですよ。ほんま、もうそう、リフォームした説もある。マジガチすっぴんなう。なんかさ、ご飯を食べてきたの今。リチャさんありがとう。日焼け止め、それは塗って。なんか日焼け止めさ、塗らんとさ、焼けてもいい人もさ、ヒリヒリして痛いからね。あ、今日からお仕事大変ね。頑張ろう。16日台風直撃なんだって。僕隊の日じゃん。今日何日だ。今日13。まあ、ご飯はね、なんかめっちゃ健康なやつ、なんかめっちゃ健康的な、なんか五穀ご飯みたいなのあるじゃん、みたいなやつに、なんかサーモンとかアボカドとか、なんかよくわかんない、絶対に健康だろうみたいな野菜がいっぱい乗ったなんかのを混ぜて食べるみたいなやつ食べた。マジで健康人間すぎてびっくりした。平次さんありがとう。契約破るため、はにゃ、なんだって。日焼け止めは大事だ。台風関東はそうなんだね。ビーガン、うん、本当にそういうレベルだった。でもマジで美味しかった。あとお味噌汁もついてたから飲んだ。日焼け止め塗ったけど焼けた。でもお話し会にさ来てるファンの人めっちゃ黒かった、みんな。喧嘩ならば OK です。やばい。朝の4時まで広島にいた？なんだって。肉ね。でもなんかちょっとね、今日、明日が結構大事な感じなので、さすがに今日は我慢しました。カロリーを。毎日ビールを飲んでる。ビールっぱらとかになる。リチャさんありがとう。お、いちごアフロが現れる。なんだって。見つけなくても目に入ってくるけどね。何味噌。え、普通のやつ。はじめまして。うん、嘘だよ、お話系だってしょ。そう、和食系食べたね。大変だね台風。あ、今喉がめっちゃ痛かった。いちごに会えて嬉しかった。そんな言う直しって言ったら。びっくりしてた。トイさんありがとう。でもオキさんのイメージがある。松崎しげるさん、明日何が、うん、それは言えないんだけど。平津さんありがとう。そう、大事だからね。最近は結構ね、我慢してなんか健康なものを頑張って食べたりとかして生きてたから。スーパーウォールスクイー、暑いよね。一号さん、カックナイプさん、レインボスありがとう。そう、ご飯食べた。あ、まひちゃんの夢、あ、そうです、私が皆さんも、はい。かっこいいプさんありがとう。痛風、塩分の取りすぎになるんだっけ、痛風って。かっこいいプさんありがとう。そう、頑張るよ私は。まさか真夏にね、上の撮影、何の MV やねん。誰推しのイメージですか。リンコさんだけど、ゆうな。ふん。多分見せかけていちごってことでいいじゃん。いちごさんありがとう。こんばんは。もうさ、今日でも朝から、私も今日朝本当にびっくりして、なんか昨日寝落ちしとったんよ。さ、お話し会でさ、すごいさ、髪なんかもう髪ボハボハだったからさ、起きてなんか家出る1時間前とかだったので、本当に焦って、なんかお風呂にも入ってないし、なんか洗濯物回してないから着る服もなくって、しかもなんか泊まりの準備もしてなくて、レッスンもあるしみたいな、もうやばくて、もう大綿みたいな歌ってちょっと一旦落ち着いたんだけど、でも頑張って洗濯機回して、あのお風呂入って、レッスンの準備し、泊まりの準備したの。マジでギリ間に合ったの。すごいよね、1時間でできるんだって思って安心した。当たり。そう、夏でも夏バテはある。え、私今日さびっくりした。なんか今日さ一瞬マジでさ体温がありえないぐらい高い時があってさ、
なんかもう熱、発熱中みたいな時代があってさ、レッスン中だったんだけど、今日なんかレッスン2回ぐらいしたんだけど、そうなんかマネージャーさんに言ったら、とりあえずこの風邪薬を飲んだらって言って飲んだらなんかいい感じになった、よかった。前がなしの言い方、本当？ウルピーマンですよ、それはそれは。俺嫁の嫁はみんな嫁、じゃあもうみんな嫁やんけ。3期全員嫁？違うよ。そう8月も忙しい。大変だ。今日さ8月13でしょ？うん。13か。もう少ししたらなんかまた報告というか、これに出演するよとかも言えるそうだから、それも楽しみにしといてください。ちやちゃん見てた？あ、もうそんなのはクマやん。こんばんは、こんばんは。え、なんかさ、あのサプリ系でさ、メリロートっていうさ、なんかむくみとかに効くさ、なんかサプリメントみたいなのがあってさ、私いつもさ買うはいいけど飲まんのんよ。やけどさ、最近は5日前4日前ぐらいからちゃんと毎日飲んでるから、今日も飲む。むくみ大敵。こんばんは。僕は積んだ、いきなり積んだって感じ。人を引きつけ何かを持ってる。本当？大阪もよろしくね。え、大阪も来るの？じゃあ来た瞬間に名前叫ぼう。早着替え。私はでも公園で一番を目指してることがあって、それは早着替えなんだよね。なんかさ、岡田奈々さんがめっちゃ早着替え早いで有名じゃん。でなんかその STU の公演に出てる時もその担当してくださってる方がいるんだけど、いつもその人に、あ、どっちの方が早いですかってずっと聞いてる。でも同じぐらい早いよって言ってもらえるから頑張って早く着替えてる。いや私なんよそれ、焦ってる時ほどめっちゃちゃんと準備とかできる。必要なものも全部持ってきたし、足りんものはね、あのお買い物した、お買い上げした今日。本当にマルさんありがとう。復活した？あ、お話し会ね。名前変わった？1時間で感想まで終わるんか。いや終わらんかったよ。え、でもなんか服は意外とあっていけた。だから干した、干してきた。宿題ありませんよ。匂わせ匂わせ。話したい？え、次はさオンラインか。8月の最後の方の最初の5文字なんかあるよね、国語のさテストとかで最初の5文字と最後の5文字を書きなさいみたいな。明日から九州キャンプ。いいな、温泉あるところに行くの。し、温泉入りたいんだよね今。温泉大好き人間。九州に行くのか。ミヤティさんお疲れ、ありがとう。し、九州なんかあんまり行ったことない、プライベートで。なんか福岡のお話し会の時と熊本の TGC の時ぐらいしか行ったことない。そのお仕事でしか行ったことない。ダイソーで見た何を。そう、来月福祉と四国のやつがあるから楽しみにしといて。四国はあのフル出演ってわけではないけど、数曲そうやらせていただけるから嬉しい。あかりさんのおかげ。マルさんありがとう。結婚は契約違反はしないんですけど。秋音さんありがとう。満足した、叫ぶよ。とっつきやすさが神でしょ。でも昨日の話し会もなんか初めて来てくださった方とかも割といてくれて、なんか初めて来てくれた方とかが9時の当たりめっちゃ引いててすごーってなってた。こんばんは。遅着替えかすみ。そうだよ、かすみ出遅れるから。なりたいわけではないけどやっぱ早く着替えたいなってなるよね。今日どうしたの、どんな心境。いや、いつも元から気使ってますけど。そういうの良くないですよ、元から気使ってますけど。タワレコ行ったの。みよー、メッセージ書いてきてくれたの。みーちゃお、パートさんありがとう。あれか、パルコのところか。やっほー、フォローありがとう。早着替え得意です、パジャマの。うん、あのそうだよね、なんか今夏仕様だもんね、マリーちゃんみたいな。トーンさん、イケミキさんありがとう。結婚は契約違反しません、にゃんこさんも。いちごのモフサンド、何それ、なんだって。ちょっとそれは嫌すぎる。まさきさん、みきみきさんありがとう。こんばんは。
ミミさんありがとう。九州はあんまり行ったことないんだよね。一国寺当たらなかった。てか今ユーナのさ生誕くじをやってるんだけど、それのあのメンバーからのボイスみたいなやつにおるんよ私実は、こう見えてなんかあれね3人なのよ。で集合組なんだよね、ひーちゃんとゆいなと私。集合だねって言って幕張でお祭り、いいね。お祭り系でも楽しいからまたやりたい。夏は当たらんかった。なんで当たらんかったね。ちなみにお肉を食べたよって2日も言っちゃった25日お声当たりますように。登録いつだっけ。25日のさ公演さ昨日までだったんや。あの選考かな受付が。それ告知できなくて申し訳なかった。今日気づいてさ、昨日までじゃんって思って申し訳なかった。でもお話し会でも結構行くねみたいなこと言ってくれる人がいて嬉しかった。福井さん次の日の四国は3期のメンバー出演する、するよ、しますよ。パルコの写真展、あのリアチューとかさノーピさんとかのやつか。あれ私 見れてないんだよね、気になる。石川県でやるんだ。こんばんは、こんばんは。つやたぴさん結婚は契約違反はしません。デリプラさんありがとう。山梨の王サンリオやん。もう友風さんありがとう。にゃんこさんありがとう。生誕期いちごの出現率、でもなんか最近さそのゆいなのやつとあとゆうなんだったからだけど、私の時はさ誰かなで私まださその生誕の時の写真とか撮ってないんで、多分次の撮影があったら撮ると思うんだけど楽しみですね。誰かな。私の予想はゆいなは絶対で、あと2人でしょ。誰なんだろう。でもさでもひーちゃんとゆうなん説もあるよねあれってさ同期確定演出なのかな。まひなさんとかがいいな25日両方当たってほしい。こちらも同意見。今日もね25日のレッスンしたんだけど嬉しい。めっちゃしたい曲を、なんかしたい曲をみんながしたい曲をやるブロックとかがあって、そのレッスンだったんだけど、なんか好きな曲だから嬉しいって感じ。ね見たよ、うさぎゲットしたの。お揃いだね。私は8割持ってるよ。ゆいながチーカー持ってる。キーワード読み込んだの。何が起きるの。するするとマレさんありがとう。クルさんいいね、嬉しい。めっちゃゆいなは確定だけど、先輩とかもいいんだったらクルさんとかもゆいなさんにボイスいただけたら嬉しすぎるぜ。でもひーちゃんゆうなもさ確定演出っぽいよね。ちょっとわかる。しょうさんありがとう。ヒータンとかも送ってほしい。なんていうのか楽しみ。そういうの、いちごのチェキ持ってるの。すごい、縁日当たったの。すごいね。何で当てたん。輪投げ。私なんかコイン投げみたい、コイン入れみたいなやつさ入ったんよ。だからチェキもらわないといけないんだけど、もらえないんですけどあ、ボーリング大会応募した。嬉しい。スペイベのやつか。みんなもスペイベ待ってます。浴衣の持ち行きにした。本当、まひなさんのチェキある。それは私にください、やばい、ください。それは私にあげるためにあの温存しておくっていう可能性もあります。こんばんは、こんばんはゆいなひーちゃんくるさんありそう。でもなんか分かりやすいよね。こんばんは。コイン落としが一番簡単だった。あ、そうなんだ。でも私もなんかあのメンバー特権で10回ぐらいやらせてもらったんだけど、あれ1枚で 2枚だよね。多分10回ぐらいやらせてもらったけど、入ってなんかちょうどそのスタッフさんが動画を撮り始めた時に入ったから嬉しかった。なんかうっしゃーっと思ってゆきひらさんありがとう。あと輪投げとスーパーボールすくいがあった。でもスーパーボールすくいなんかあれめっちゃなんかポイが多分普通のより熱いんか分からんけど、うまくやればめっちゃ取れるらしくて、なんかさっちめっちゃうまくてもうモリモリに取っとった。あ、輪投げ重いんだ。新四国は汗取りが変わるのかな。楽しみにして。それはなんか初めて昨日かなお話し会来てくれたね方が、なんかおすすめの曲教えてって言われたから、なんか爽やか系だったらガラス瓶がいい、めっちゃおすすめだよって教えといた。
あとかっこいい系は無謀をお伝えした。なんかでもそういうの急に言われるとさ思いつかんよね。もっとさ考え、もっとちゃんと答えたかった。そのためにシミュレーションしとこ。ボーリング検証台になる。うん確かに、ボーリングできないからさ練習しに行かんとみんな負けちゃう。輪投げが最後まで。あそうなんだ。あれごとにあるんか。こんばんは、西川くんさりました、ありがとう。ペイやばい、ぽいよペイペイペイやもん、ぽいぽいペイペイ。やばい顔色が悪すぎる、口の色とか存在しない。よし今からねお風呂に浸かるんだ、ゆっくりむくみを取って汗をいっぱい排出。おすすめの都道府県、やっぱ山梨県かな、形が手羽先みたいだし。いちごだよ。なんかさ何言おうとしたか忘れちゃった。照井さん結婚して、契約違反ですよ。そうまた来るねって言ってくださったよ、初めて来てくれた方とか嬉しかった。翔さんありがとう、キラさんありがとう。えゆいたんうまい、ゆいたん好きな屋台スーパーボールすくいらしいからね、ゆいたんらしいね。こんばんは、チェキ確定演出こんばんはだね。はあ明日がね、明日の朝っていうか集合時間がもうあと数時間しかないやみたいなね、もうとんでもない過去一の速さをしているので今日は寝れない気がしてきた。翔さんありがとう。今日は眠れない気がします、私的には。てかなんか眠れないっていうか、お風呂入ってなんか顔とか髪とかをケアしてさあ寝ようと思ったらその時間になってそうって感じ。わざとやってるわけではなくって感じ。エボルテさんありがとう。翔さんありがとう。長崎県もいいよ。長崎さなんか行きたいよね、ハウステンボスとかメガネ橋みたいなやつとか行ってみたい。ヤホマル、ヤホマル、ふんヤホマル。あミューポン、ミューポンも楽しんでた庶民のね、確かに睡眠したいけどさ普通にできなさそう。こんばんは、昨日は投げていちごの浴衣チェキ引いた。みんな私のチェキ結構ゲットしてるね、嬉しい。聞いたけどどうしたのそのチェキを、持っとるんか。すやすや、いやゆいなもねなんかゆっくりいろいろやるって言ってたから一旦配信するので、自分はいちごターン、いちごターンだよ滝行かもしれない明日、わかんないよ何があるか、崖登りするかもしれないし、明日は一体何があるのか、これはいつかわかるよ。なんたんさんありがとう。初見です、ん結婚する意思はある。修学旅行、そうね私もね、なんかコロナがめっちゃかぶって海外行けなくて、なんか長崎ってなったけど長崎も行けんかったんだよね結局。マンタンさんありがとう。だから行く予定はあったんだよ。あ今ナーメンと LINE してるんでね、ナーメンから LINE が返ってきた、返信しよう後で。大理石すくいとかやってそう、死ぬ大理石。なんかさうち自分の実家もさなんか大理石あるんで、大理石壁床わかんない、なんかあるらしい。どれがそれかわからん、それは言えません。なんでですか、誰かと交換したんでしょ。ハトシロール、何それ、そうたるミューポン、どういうこと。あれはくじ引きだから、知らないのくじ引きって。さつまいもさんありがとう。まあ何が行われるかはお楽しみ。私さ今さここのホテルがさちょっと高いところだからさ、外を見るとさマジで怖いんだよね、高所恐怖症。そうみんなたくさん話そうって感じでした。そう縁日いっぱい行ったいっぱいなんか食べに来てた。いちごもお嬢説、ナーメン生きてるだけで嬉しい、それな。たまにね話したくなるよねあー PR 舞台の公演で行ったのか、長崎ちゃんぽん、本場のやつ食べてみたいよね。ねリエッチ、そうリエッチもね
みんなそれぞれ各々のあれがあるよね。みんなが健康で幸せに生きてくれればいいよ、もうそれだけで私はこんばんは。旅館説、もう実家がってこと。そう、物理的に高いところ苦手です。私マジガチすっぴんだから本当にみんなにドン引きされそう。今日この人顔が違うんじゃんってやばいよマジ、唇の色ないし今日。アニソン、でも私アニソンになってたらさ何歌おうって思って、ソットカハム太郎かさ Looking for the best みたいなさ、あの肉フェスでやってるやつしかできないよって思った。ちゃんぽんのこと CP って訳すのやめて、ほんとカップルみたいになってるから。ビンゴさん結婚してダメだよ、結婚したい人いっぱいいるんでしょ。ジャマコさん結婚して、今日も契約違反だから、まだ変わってないから契約。25日当たった前日つけてやるかな。ラムネの味方公演ね、新しいやつだよね、始まったよね、研究生さんかな。ラムネの飲み方は別に新しいわけじゃないんだけど、パッドカハム太郎説がある。売ったりしたわけじゃないから許して、まあいいでしょ、トレードってことですよね。まあ私の浴衣が私のファンの人に当たったと思えば。すっぴん見慣れた、確かに最近忙しすぎて一生すっぴん。福田さん結婚して、契約違反なんでしません。からきゅうさん尊いありがとう。昔一日食費1000円じゃないと暮らせないっていう大石や不合。一日の食費1000円はでも分かる今は。ぴょんぴょん結婚して、ダメだよダメだよ。 YouTube で見る、でもさなんかコールとかできるもんね、ハム太郎は日頃の屋内。ケビーさん結婚して、ちょっと契約違反ですよ。いちごのことを IT って略すやばい C やろ、やるなら IC やろ。愛しでもいいんだ、ウォウォウォ。ちゃんぽん屋さんが、そうなんだ、行きつけのラーメン、ラーメンじゃないや、ちゃんぽん屋さん。クロスバードさんありがとう。やっぱねすっぴんしか勝たんですよ、肌に負担がかかりますからね。特にね何もない日はすっぴんでいいんですよとか言いながら口を必死に噛んで血色を出そうとしている自分がいるけど、そんなことしても私は顔色が悪すぎて話にならない。ミルクセーキがパセリさんもおすすめなんだ。旅行とかね行きたいね、私もしばらくはできなさそうだけど、なんかいろんなさとこ行ってみたいよね。全都道府県行ってみたい。47のって感じ。わあびっくりした、サイさん、サイさんにさこの前もさくださったじゃん、タワーちょっとスクショして、お礼書いたのよ、書いたんにさ、もうここ家じゃないから見せられない、悔しい、ありがとうございます、びっくりした、どうしたのねえ、どうしたの、やめてありがとう、間違えたわけじゃないよね。だからさ今度さお家にいる時にさ配信見たらさもうコメントしてほしい、お礼させてください、ありがとう、どうしたの、ありがとう。そうなんかさみんなにちょっと匂わせしたいことがあってさ、あのショールーム関係なんだけどさ、ショールームさなんかショールームさなんかもしかしたらなんかちょっとなんかちょっと参加しなんかちょあんまりなんかわかんないけどなんかわかんないけどわかんないけどもしかしたらなんかみたいな感じだから、ちょっとあんま心の準備というか、でもわかんない、ちょっとまだあんまりちゃんと決めてないけど、じゃわかんないけどみたいな、ちょっとまあわかんないけどみたいな感じです。はい、ありがとうございます、サイさんびっくりした、ありがとう。アイドル曲だったらわかんない、アイドル曲しか知らないから。ね、びっくりした、ありがとう。ある意味旅行、確かにね、ワーキングホリデーもあるお仕事。山梨は行ってみてほしい本当に、でも暑いからもっとなんか天気がなんかいい感じの時、いい時期に行ったらいいと思う。会心、福山も行きたい、雅治、キミキさんありがとう、レインボースター、もうびっくりした、ありがとうございます本当に。トルコアイスいいね、
いいですね。ハヤトさん可愛い、ありがとう。下北ではないよ。まあなんかちょっと何があるか分かんないんですけど、そう匂わせ界隈だから、だから、まあ、多分まだちょっとあんまりいろいろ言ったらちょっとそろそろ殴られそうだからあんまり言えないんですけど、なんかちょっと何かしらがある可能性があって、それにあそれをやる可能性もあるよってなんかじゃあ匂わせをさせていただきたいんですけど、だからそう あんまりそうもしそれをするってなったらその時にみんなに応援してもらいたいから、まあちょっとそんなあんまり無理しないで生きてくださいっていう発表もしていきたいです。よろしくお願いします。トルコアイスちょっとあんまり分かんないんですけどね、なんか変な、これ私何も言ってないですかね。イッチーさん結婚してちょっと契約違反だから。下北沢いちごやばい。でもさ下北のやつもさ出てみたい。下北沢いちごって感じだし。ゆっちゃんありがとう、ハート。ちょっとわからないんですけど、いろいろよろしくお願いしますっていうのね、ちょっと事前にお伝えさせていただこうかなみたいな感じで。100回は言ってる？めっちゃ言っとるな。お、なんかの単位レンボスター貯めてる。ありがとう。ミッチーさんありがとう。その何かが発生する可能性があったりなかったり、あったりなかったりって感じですね。叫びたいでしょ。うん、叫びたい。体調に気をつける。結婚してたわ。別居生活になっちゃうの、ゆいなと。別居生活ん、どういうこと。そう、あ、12月8日岡田澄もろくずの北沢いちごって紙に書いてありました。あ、もうそれは素晴らしい。大阪でお会いするしかないということで、サイン会だから大阪。え、大阪ってさ申し込めたんか昨日まで。あ、今日申し込みできないか。お話が、もうさ最近そういう告知系もちゃんとやりたいにさ、もうさできなくて本当に申し訳ない。誰か助けてくみたらさん、ありがとう。そうあったりなかったりって感じ。やはやさんありがとう。でもなんか先輩方とかさ結構イベントあるとすぐさありがとうございましたみたいな投稿されるじゃん。やっぱさそのスピード感ってやっぱ大事だからさね、ちゃんと私もできるようになりたいけど、ちょっとまだなんかちょっと余裕が持てない。配信の方気まずいですね。レッスンさんがちょっとまあいろいろねあるのでお待ちしてください。匂わせ会が、そうソロぼちね配信待って大事だから美女を整えて準備しようかなって思ってる。でも本当にそろそろって言おうと思ったよ。天才やん、なんでわかったわ。こってやっほー。ちょっとまだ12時にはなってないけど終わろうかなって感じです。マイペースで生きる、ありがとう。しあんまりとマイペースな方だから。お話かありがとう。こちらこそ。全部溶けちゃう、溶けてなくなった。お風呂キャンセル界隈はしません。お風呂は行きます界隈。そういろいろ今日はもうやることある。ヘアパックもして、ヘアオイルも、ヘアめっちゃトリートメントとかめっちゃして、で顔もパックとかしてめっちゃ整えていく。雪帽子行った？お、行ったの？ついに言っとったもんね。早く寝る、ありがとう。9月から、あ、本当？大阪の分はえ、なんかでも昨日の話し会はなんか景品が残り4枚まで、4枚だったんよ。そのうちは終わった時に景品が残り4枚だったから、そうめっちゃいろんな人来てくれたんだなって思って嬉しかった。めっちゃいっぱいあったのにさ、気づいたら残り4枚で、そのうち2個は私が間違えたやつだから、字間違えたりとかしたやつ。カズさんお疲れ、ありがとう。だからめっちゃみんな来てくれて嬉しかったです。日焼けの脱皮はね、頭は終わった、足がやばい今ということで。ランキング読みます。11月だったら、そうなのね、そう残りのうちは4枚だったの。でランキング見ます。10位から読みます。10位がしょうさん、新王位ポンさん、13位バードさん、12位みょんこさん、11位イケピスさん、10位みきみきさん、9位リチャさん、8位さつまいもさん、7位ゆきひらさん、6位いちごうさん、5位ワンタンさん、4位なちゃまこさん、3位かっくんあいぷさん、2位ゆしかかくんさん、1位サイさん、ありがとう。タワーもびっくり、いつもさなんかもうタワーを置いてさ、もう無言だからさ、もうなんか心配、間違えたわけじゃないのかなっていつも心配になる。ありがとう、またお礼させてください。絶対コメントしていつもしてくれないからさ。ポケットからヘリコプターさん、ありがとう、ありがとうございます。明日もね頑
頑張ります。もうあと数時間でそのもう明日のお仕事が始まってしまうので頑張ります。みんなも休んでください。バイバイ。お疲れ様でした。さよなら。おやすみ。おやすみ。明日はちなみに明日は時間的に多分配信が一日中できなさそうだからないと思っておいてくれた方がありがたいかなって感じです。のぶさんありがとう。ということでみんなおやすみ。バイバイ。バイバイ。おやすみ。